オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。最近たまたま駅で見かけたのでカヌレを買ってみました。美味しくてつい次に通りかかった時にも買ってしまったのですが、皆さんは食べてみたことはありますか？カヌレはボルドー発祥の卵を使った生地の食感とラム酒の風味が特徴的なお菓子です。ボルドーでは昔からワイン作りの過程でワインの中の沈殿物を取るために卵の卵白を使う習慣があり、そこで余った卵黄をお菓子作りに活用したのがカヌレの始まりだそうです。フランス語でもそのままキャヌレと呼びますが、綴りはどうなるかご存知ですか？実はこのボルドーの伝統菓子を表す表記は2通りあります。一つがセ・ア・エン・エン・ウ・エル・ウ・アクセント・エグ、そしてもう一つがセ・ア・エン・ウ・エル・ウ・アクセント・エグ。発音は変わりませんが、N の数が一つ違いますね。N が二つの表記は、同じ発音のウエフ動詞、キャヌレの派生語とされています。キャヌレには、水をつけるという意味があるので、その過去分詞形のキャヌレは、文字通り、溝の入ったという意味になりますね。カヌレの特徴的な形状を思えば納得です。しかしそれとは別にカヌレと似た名前のもともとボルドーに存在していた別のお菓子が由来という説もあるようで、これによれば N を一つ取ったキャヌレが正しい綴りだそうです。1985年に設立されたラ・コンフレリー・デュ・キャヌレ、ボルドー・カヌレ協会は、オリジナリティの確保のため N が一つのキャヌレを正式表記としていますが、アカデミーフランセーズによれば N は2つつけるべきらしく、結局どちらが正しいのか分かりませんね。ただどちらを使っても間違いではないし、発音は同じなのであまり気にしなくてもいいのかもしれません。フランス人に聞く機会があればどちらを使うか聞いてみても面白いですね。さて本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は2月23日にデビューされたルシール先生をご紹介します。今日は先ほど話に出てきたカヌレを使ってフランス語の指示代名詞スルイを勉強してみましょう。僕が買ったカヌレは2個入りで、一つはバニラ、もう一つはチョコ味でした。バニラ味もとても美味しかったのですが、チョコはもっと美味しかった。こんな時、フランス語ではこのように言います。Le cannelé à la vanille est très bon, mais j'aime encore plus celui au chocolat. Le cannelé à la vanille est très bon, mais j'aime encore plus...celui au chocolat。 ここで気をつけたいのは、 celui が言い換えているのはカヌレそのものではないということです。ちょっとややこしいですが、もし le cannelé à la vanille のことを言いたければ普通の認証代名詞 il でこと足ります。 le cannelé à la vanille est très bon, il a un goût magique。バニラ味のカヌレはとても美味しくて独特な味がします。このように使うことができますね。
先ほどの例文でスルイを使ったのは、一つ目のカヌレと二つ目のカヌレが同じではないからです。別物である以上、イルを使うことはできないということですね。しかし、だからといって、j'aime encore plus le cannelé au chocolat というのは、もうカヌレの話をしているのは分かっているので、少ししつこくなってしまいます。そこで使えるのが、celui で、これは一つ目に出てきたバニラ味のカヌレそのものを指すことなく、cannelé という単語だけを言い換えることによって、重複を避ける働きがあるのです。celui は男性名詞の単数形にしか使えませんが、女性形の celle も同じように使うことができます。例えば、リンゴのタルトとバナナのタルト、どちらが好きか聞かれたとします。tart は女性名詞なので、リンゴが好きなら、je préfère celle aux pommes。je préfère celle aux pommes。バナナが好きなら、je préfère celle aux bananes。je préfère celle aux bananes。と答えることもできますね。少しコツがいりますが、慣れると短く的確に言い表せるので、とても便利な表現です。ぜひ練習してみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。本日は2月23日にデビューされたリュシル先生をご紹介します。2015年からフランス語を教えているリュシル先生ですが、大学時代は FLU 外国語としてのフランス語教授法の修士号を取得され、これまでにベトナムやブラジルなどの外国でフランス語を教えた経験が豊富にあります。そのため、フランス語だけでの説明でもわかりやすく、明確で的を射た教え方が特徴です。極力他の言葉を介さずに、フランス語でダイレクトに理解を深めることができるので、大きな達成感を得られます。また、リュシル先生は発音やイントネーションの矯正も得意とし、単語だけでなく、文章をスムーズに発音できるようになるまで丁寧に指導してくれます。レッスン中は教えることを心から楽しんでいる様子が伝わり、笑顔でたくさん褒めてくれるので、学習のモチベーションが上がり、楽しく着実に上達することができます。デルフ・ダルフや訂正 F などの試験対策にも対応できるため、受験を控えていらっしゃる方にも、おすすめしたい講師です。レッスン開始時間の6時間前まで予約が可能ですので、ぜひ一度、リュシル先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。
アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。